おはようございます。今日は5月27日ですね。5月27日、気温が 25.8 度、湿度が 79%、室温が 22.5 度、73% ですね。むなし時間が3分で見るが9です。今日も暑くなりそうな日ですね。こんな時はホットのコーヒーはまあポット1本で、まあ、十分でしょうということで、まあ、今日は1本だけ、コーヒーを立てるつもりです。で、今日の、コーヒーですね、今日のコーヒーは小さな初恋、はい、キリマンベースのブレンドとなっております。で、格言、味の物差しは人それぞれである。はい、当たり前だよねっていうふうに言われるとその通りで、当たり前のことを、大体僕の言うことは大体当たり前のことを言うことが多いわけです。まあそんな珍しい木をてらったことはなくて、ほとんどが当たり前のことばっかりを言っとるわけですが、結局甘いもの好きの人とそうでない人だともう好みもまあ違ってきますし、まあとりあえずまず穴掘ります。まあ例えばのんべえで、酒好きで、例えばビールを美味しいなと思う、まあ人たちは、まあ、あのビールの苦味なんとも思わないですけど、例えばあのビールが苦くて美味しくないと思う人だって当然いるわけですよね。それはあのコーヒーだって当然同じで、甘くしないと飲めないっていう人も当然いるわけだし、小さい子供だったら甘くしないと嫌だみたいな感じに当然なるわけですよね。だから、美味しいというものでも、例えば、甘いものが美味しいと思う人もいれば、甘いものはちょっと苦手ですっていう人もいるわけで、そうするとその美味しいの基準っていうのは人それぞれになっていくんですね。で、人それぞれの美味しいっていうのが当然あるわけで、つまり、コーヒーというのも一律に、この味が美味しいですっていうふうにはいかないわけですよ。本来で言えば、例えば、深入りの美味しいもあれば浅入りの美味しいもあり、モカというコーヒーの美味しいもあれば、マンデリンというコーヒーの美味しいもある。だからいろいろな美味しいがあって、でどれも OK だよっていうのはあるんですよね。でいつも同じものを飲まなきゃいけない、食べなきゃいけないわけではないので、はい、お湯が用意できました。つまりいつも同じものを飲むわけではないわけですよ。コーヒーというものは、例えばコカ・コーラならコカ・コーラ、まあ多分、メーカー同じならまあ一応同じであるというふうに大前提で言えば、コカ・コーラはコカ・コーラだけであるわけですよね。ただここにペプシコーラ、まあコーラという名前だけど、違うもの、味、違う味なわけです。で、コーヒーだってコーヒーという言葉で言うと、一つですけど、モカもあれば、マンデリンもあり、キリマンジャロもあり、いろいろな、コーヒーが存在すると。ましてやコーヒーの場合だと、焙煎度合いによって、深くいったコーヒーもあり、浅くいったコーヒーもあり、いろいろなコーヒーが存在するわけですよね。だけど、人はそのコーヒーというのは一つの、名前を、
持つ、まあコーラならコーラと同じように一つの名前としてまあ表現するわけですけど、ただそれが例えばコーヒー好きの人は、モカというコーヒーと、マンデリンというコーヒーは全く別物として、カウントするわけですよ。だけど普通の人にとっては、モカというコーヒーも、キリマンジャロというコーヒーも何もかもがコーヒーというふうにカウントされるわけですね。それって何かというと、自分がどこまでそれに対して、こだわってるかによって決まるわけですよ。だからその部分ですよね、その部分が結構、重要になってくると思います。早いですね。そっちに余ってるようだったらそっち持ってくりゃいいし、もうないだって。あ、ないならいいよ。だけど発注かけちゃった。かけなくてもだった。じゃあだから僕40ということを書かんかった。で鉛筆で40リって今日朝書いてあったんで、あれ40リットもなくなったらもういいって100に変えるって言ってたよなと思って。そうそうそう、そっちに余ってるようだったらもう全部こっちが取ろうかと。ね、あ、そうですか。そうもうこれからはもう100人が、切り替えます。どっちにそっちに余ってるもん置いといてもしょうがないですお世話なんで。があとうとう終わりますか。そうですね、終わったんですけど、おめでとうございますで新しいのが、うん、ちょっとフィルムが手に入らないそうで、そのメーカーさんの方で、うん、でまだ作れてない状態だそうですいやいやいや、圧着の方が大丈夫だで、なんか中身が同じのあるじゃないですか、うん、あるある、他のメーカーの、うんうんうん、でまあそれが本当に間に合わなければもうそっちの方が大丈夫、こっちもこっそりと貯めておるんで、 ありますもんねなのでそれじゃあ、そっちがもう出来上がるまでは、そうですね、発注止めとこうかね、はい、困惑するんでだよね了解です。アイスコーヒー持ってきます。あるんですか。ありますよ。早いじゃないですか、アイスコーヒー。世間がさ、圧に負けるんですよ、僕はい、ババさんにしては早いじゃないですか。あのね、一つはね、うん、この装置を使いたくて。何やってんですか、これ。これアイスコーヒーとか、20杯出し用に金輪を使ってるんですけど、うん、小さい10杯用のペーパー、うん、で、20杯を立てる用なんですよ。あ、また、金輪く二重ですか、それ。そう金輪を二重にして、うん、紙を挟むんですよ。あー、なるほどね。だからこういう状態で、うん、輪っかは2個あって、うん、で、ここを開けると、うん、こういう状態で挟み込んで、うん、コーヒーの粉が、なんつうの、この下に出ないようにするわけ。こうするとね、小さいペーパーで20杯できるわけ。あ、
あ、楽にできるってこと？楽にできるっていうよりも、もう20杯用のペーパーなくなるじゃん。ええ、だ20杯用のペーパーなくても、この金輪があると20杯ができるんで。ああ、なるほど、ね。挟むんだ。うん。挟まないと、こぼれるんで、下に行っちゃうんで。なるほど。2枚で挟むとね、それが起きないんで。そう、金枠。いや、金枠普通ですよ。金枠のとこにこれが、これで乗る。それが気になったんだ。あ、こっち？そう、あれこれ二重になってないかと思って。違う。これはあの重さを測る装置なんで。あ、なるほどね。二つあればねっていうことですね。うん、ただこの金輪って基本的にあの金枠に乗らないんで、そのままだとゴロゴロ動いちゃうじゃないですか。だから動かないようにこの部分で。うん、金輪の部分にこういう輪っかがついてて、この輪っかの部分がここにあの乗っかってるわけ。あ、なるほどね。こうするとあの金輪は水平が取れるんで、この状態で、でこの状態で、普通に、10杯用の紙を置いて、で金輪をもう一個置くと、そうするとサンドイッチした状態になるんで、ちょっともうあの粉が上の方に上がってこようが何しようが、あの挟んでるんで、あの粉が下に落ちることはないという。作ったんですか？そうだわね。まあね。そうだわね。まあね。ああ、なるほどね。じゃあもうちょっとこう改造したら会長にあげるわ。わ、うん、かりました。うん。路線ネタで やります？あ、やるやる。やるね、当たりましたですか？多分すぐそこで言ってくると思う。ではいただきます。はい、どうも。ありがとうございます。はい、はい。はい、それではちょっと時間が経っておりますが、あ、コーヒー立てましょう。味の物差しは人それぞれであるっていうの、まあ結局は人の好みは人それぞれであるみたいな風に思ってもいいと思うんですけど、結局はコーヒーのマニアの人ってこうコーヒー種類いろいろと知ってるし、その、一つ一つの違いをすごく、細かく判断しようというふうに、思ってるわけですよ。それに対して一般の人にとっては喫茶店に行ってもブレンドねみたいな感じで、まあ適当にコーヒーというのを頼むだけとなるわけですね。もうそこのとこでもう、考え方が全然違うわけですよ。例えばすごく味にこだわってる職人さん、例えば料理人の方が全て、コーヒーにすごくこだわってる人なんていないわけですよ。つまり料理人は自分の、得意な分野に関しては、こだわってはいますけど、そうでない分野に関しては結構ラフなんですよね。例えば、和食屋さんは、舌がデリケートだから、例えばレギュラーコーヒーを飲んでくれるもんだろうと思いきや、別段、そういう人たちが、インスタントコーヒー飲んでも、まあ別段悪いことではないですよね。自分の仕事以外のことだったらもういい加減でもいいと思うんですよね。コーヒーメーカー使おうがそれはそれでいいと思うんですよね。僕らコーヒー屋はコーヒーに関しては専門家なんでいろいろこう細かくはやるけど、焙煎の仕方、直火の焙煎機だったらどうだ、熱風だったらどうだみたいなことまで細かくやろうとするけども、それは自分の仕事だからそういう風になってるだけで、じゃあって言ってあれですからね。例えばワインだって、めちゃくちゃ高いワインを飲むわけでもなく、ガブ飲みしてしまうわけで、で、すごい、自然派の食べ物を食べるわけでもなく、そこら辺の、
コンビニの、食べ物だって全然平気で食べちゃうわけですよ。それが専門ではないから別段それは苦にしないんですよね。ただコーヒーだけは自分の専門だから細かいとこまで気を使ってる、ただそれだけのことなんですよ。だから、人間の味覚というのは結構、自分の凝ってることに関してはすごく細かいとこまで、ちまちまやるわけですけど、で自分の全然凝ってない部分に関してはすごく、ラフですよね。で人なんてそんな程度のもんだと思うんですよ。自分の凝ってる好きなことに関してはすごく、細かいとこまで、気にしておるけども、そうでないとこに関してはすごく、大雑把である。それで、いいような気するんですよね。だからコーヒーに関してはコーヒー好きの人はまあ当然こだわるわけだけど、そうでない部分に関しては結構いい加減なんですよ、コーヒー屋だって。ならその部分で言うと、別段コーヒー屋が全てのことにこだわっているわけでもないし、逆に、料理人が全てにこだわってるわけでもないしみたいな。まあそんなような感じですかね、今日の、味の物差しは人それぞれである。つまりこだわってることに関してはこだわってるけど、別段そうでないものに関しては、結構いい加減だよという風な感じですかね。はい、コーヒー入りました。はい、コーヒー入りましたね。非常に蒸らしが長かったですね。はい、何分ぐらい、5分以上経ってましたかね、蒸らしの時間が。まあそれはそれで、まあこういうこともあるということで。実際に、飲んだ感じではそう問題はなく、いい感じであります。はい、一応宣伝です。タリメゴールドマインですね。から、おまけで、昨日もおまけで出しておりましたけど、レンジで時短、プラカナ枠プレゼントやっております。はい、ということで、今日はここまでにします。